なたたちの車掌に関して聞きたいことがあるの。それは少し失礼だと思って。私が知りたいのは、パムが人の言葉をマスターしたウサギなのか、それともウサギに変えられてしまった人なのかということ。本当？私の予想は間違ってると思ってたけど、実は本物のウサギを見たことがないの。本に書かれていた情報と挿絵で見ただけ。初めてパムを見た時からずっと何でもない。そのお願いだから、今の話はパムにはしないでほしい。